ドミンゴ・アルベルト・サンタナは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。東京ヤクルトスワローズ所属。愛称はショーミンゴ。2009年3月にフィラデルフィア・フィリーズと契約して、プロ入り。ヒューストン・アストロズ時代2011年7月29日に、ハンター・ペンスとのトレードで、ジョン・シングルトン、ジャレット・コザート。 ジョシュ・ゼイドと共にヒューストンアストローズへ移籍した。2013年11月20日に40人枠入りを果たした。2014年3月10日にトリプル A 級オクラホマシティレットホークスへ移動した。7月1日にメジャーへ昇格し、同日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。8番左翼手で先発起用され、4打数無安打3三振だった。 その後は3試合に出場したが、9打席で無安打8三振を喫し、7月6日にトリプル A 級オクラホマシティへ降格した。2015年7月30日にカルロス・ゴメス、マイク・ファイアーズとのトレードでブレッド・フィリップス、ジョシュ・ヘイダー、エイドリアン・ハウザーと共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。ブルワーズ加入後は38試合に出場した。二千十六年は、 右翼手で起用され、77試合に出場した。打率は、256だったが、2塁打14本と11本塁打を放った。2017年は30本塁打を放った。2019年5月24日、2018年11月21日に、ベン・ギャメルトノア・ザボラスとのトレードで、マリナーズへ移籍した。2019年は、本塁打を21本打ったものの、 オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年2月14日にクリーブランド・インディアンスと単年契約を結んだ。8月31日にリーフとなり、9月3日にマイナー契約となった。その後、10月30日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2020年12月2日に東京ヤクルトスワローズと契約した。 2021年4月25日の中日戦で起用され来日初ホームランを放った。父親はかつてアストロズ参加のマイナー選手で強権のガイアシュと投手だった。また、一つ上の兄がいたが2009年にパーティーで銃撃され亡くなってる。学生時代はトロンボーンを演奏していた。ありがとうございます。